こんばんは。岡田美雪とメガユンです。大丈夫？大丈夫？どうしたの？どうしたの？いやなんかこのポーズしなかったよ。やったやったやった。イエーイって。それでこれは忘れてた。そう。こっちに気を取られてた。そっかそっかそっか。いいね、はい、そういうのもね面白いよね、しゅんくんね。どうも、はじめまして、はじめまして。まあ、はじめましての人もいるでしょう。あ、そうだねそうだね。いつも毎週土曜日に生配信を行っている今夜もブレイクオーという番組なんですけど、はいはい、ちょっとね前回から、はい、収録でもちょっとね平日にやってみようよっていう話になりまして、そうですね、はい、今日収録2回目でございます。今撮影してるのは別の日だけど、はい、公開されるのは水曜日の手でございますね。ってことは、うん、1月、2月、え、うん、1月、1月公開、あ、1月26か26の夜7時から流れてる予定、予定です、ね、プレミア公開の予定になってますんで、はい、チャット欄でね私たちも登場しますと、はい、すると思います多分、はい、のでぜひね絡んでいただけたらと思います。コメントもお待ちしてますよ、よろしくお願いします。そう、シェイド君さ、はい、先週の土曜日に私ね、はい、チャンネル登録者が891人やりまして、このチャンネル7年くらいやってるんですけど、はい、最初の方4年くらいだいぶ放置してましたけど、このチャンネルそう、あのちゃんと頑張り始めてから3年で、うん、もうすぐ900に行きそうなんだよね。なんかさ、うんうん、3年くらい前ちょっと500人、そうだね500人ぐらい、なんとか頑張って突破みたいな感じでしたよね、うんうん、急にこう来てるわけよ、だん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 こう、うん、上昇加工、上昇加工じゃないや、上昇なんていうの上昇してる、加工してる、上昇してるね、上昇、うんうん、上昇してる感じです、ね、そうだね、ありがたいよね、はい、ありがとうございます。チャンネル登録者が増え続けるってことはさ、はい、新しく登録してくれてる人ももちろんいるしさ、まあ、ずっと登録し続けてくれてる人もいるってことでしょ。もうありがたいよね、ありがとうございます。本当にで、ちょうどこの番組やり始めたのが、はい、3、4年前とかでしょ。それぐらい前だ、4年目だもんね今ね、3年前、だからもう徐々にそこからさ500人の段階からこう起きてるわけだよ ね、 そうですね。ずーっと長いこと見てくれてる人もいるわけだからさ、ありがとうございます、ね、本当に感謝でございますね、本当に、はい、YouTube ってさ、なんかこうコロナで今大変じゃん、はい、感染者も増えて、でミュージシャンに残されたさ数少ない活動のさ場所だったりするわけじゃん。まあね、難しいところだけど ね、 ね、ライブやってる人というか、うん、バンドというか場所というか、うん、ライブハウスあるし、うん、配信メインでっていうところもあるし、うん、もう人それぞれ、そうだよね、考え方とか、うんうんうん、活動の規模とか基盤とかいろんな要素があってどっちを取るかって感じ。そうだよね、前あったのはさ、はい、あとお祭りとかやってる人が友達にいるから、友達の知り合いに、ね、はい、いるからさ、全部準備して用意したのに緊急事態宣言になってみたいな、はい、そこに予算つぎ込んだのに開催できなかったみたいな ね、 ねのもあるしさ、お客さんはチケット買ったのにさ、せっかく楽しみにしてたのにみたいな、なのにまあ払い戻しはされたけれども行けなかったみたいな、いい席取れてたのにみたいなね、そういうのもあったからさ、なんかねミュージシャン側も活動を変えざるを得なかったよね、このコロナ、ね、確かに、うんうん、最初の頃はその配信もね、そのなんていうの、今ほどさ、うん、配信でこうライブしたりとかをするっていうのもなかったじゃん、うん、そうだ、うちは珍しかったもんね、もともとうちらはさ、そのトークも交えて YouTube、まあ、Facebook か、うん、で配信してたけど、それまではね、うん、そのライブハウスでライブやってとか、うんうん、が、まあ、当たり前というか、そうそう、 CD 作ってライブハウスで売るみたいな、その売り上げがまあ生活費になっていくわけだけど、うちらの次の活動費とかさ、ね、でそれがさもうひっくり返ったわけじゃん、はい、ギリギリさ私たちはさアルバム発売記念ライブは開催できたわけで、あ、そうだね、ギリギリで、タイミングすごい良かったね、アルバム発売記念ライブが終わってしばらくしたらコロナが流行ったもんね、そう、うん、アルバム発売記念ライブをやり、うん、ぎっくり腰で僕が入院して、あ、したしたした入院した頃もね、まだねコロナ出てなかったんで、ね、そうだよね、だからお見舞いにも来てくれてる、うんうん、人がで退院して1ヶ月ぐらいして、あれあれってなって、そうそうそう、流行ってるよみたいな、なで2月ぐらいにわーってね、日本にも流行ってるぞみたいになったんだよね。
そうだからね、本当にライブはできてすごい面白い、あの楽しかったし、思い出としてさ、自分たちのね実績とか思い出として、はい、あのね会場を満員にできたぜみたいな、やったぜみたいな自信にはなったけどさ、はい、ね、あの別の活動方法も模索しながらっていう感じだったよね。で、このチャンネル登録者がさ、ぐんで増えたのもさ、はい、コロナの影響もあるのかなってちょっと思った。ああ、確かに。うん。あの、YouTube に注目が集まったじゃん。そうだね。やる人もいれば見る人も増えたと思うよね。そうそう。で、あとの私の個人事業主の仲間たちも続々自分のチャンネルを持ち始めてさ。そうそうそう。で、その仲間たちが、え、みゆきちゃん生配信やってるの見たい見たいみたいな感じで、登録してくれたりもしたし、そう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 、そういうね、ウェーブが、波が来たよね。来ました。うん、あの、オンラインにね、ぐっと来る波がね、あったよね。そうそう。はい、ねえ、緊急事態宣言最初の方とかはさ、あれだもんね、私たち、会わないようにしたもんね。そう、そうね、その当時は。外に出歩かないようにしてさ、俺は会社員だったから、あ、そっかそっか、ね、すごく忙しくて、緊急事態宣言で、うんうん、楽器の販売の会社に行ったんだけど、うんうん、通販のね、そう、通販の楽器の販売の会社で、こういうアコースティックギターとかを売ったりする会社にいたから、うんうんうん、緊急事態宣言でさ、学校も休み、会社も休み、まあ、リモートみたいになって、うん、みんな家にいると、うん、何か趣味よってなった時に、うん、どうせやるなら勉強になるものって言って音楽を選んだ人が多かったよ。ああ、手にね、自分の技術がつくものをね。そう、で、行動を覚えて、もしかしたら音楽の成績にもみたいなのもあるから、うん。お子さんとかね。うん、楽器がめっちゃ売れて。そうなんだ。で、残業めっちゃして、うん、緊急事態宣言で、みたいな感じだったから、うんうんうん、なかなかね、あの頃は大変でしたね。ねそっかそっか、じゃあ通勤とかはしてたんだね。ちょっと2000電車はどうだった当時？あ、空いてたよ。もう、うんうん、あの一席空けて座るっていう感じになったし。あ、そうなんだ。うんうん。今はだいぶ戻ったけどね、普通にね。うんうん。あの頃はね、うん、そうか。うちの家族もさ、はい、あの主人が夫がさ、あのリモートワークになってさ、はい、ずっとお家にいるって感じになって。おお。そうそうそう。あの会社からパソコンがさ支給されててさ、はい、いいです。できるみたいな感じになって、そうそうそう、まあなんかね、ちょっとなんか会社の中でも中堅の良いところにいるみたいで、ダーリンがね、そうそう、それでね、うちでいろいろ過ごせるから、娘が喜んでさ、あ、いいね、パパがいるから家に。その頃っていうと何歳？今1歳とか。ああ、いや、そう考えるとさ、うん、話どんどん飛躍してっちゃうけど、何何？まんじゅうちゃんってさ、うん、その娘さん、うん、まんじゅうちゃんってさ、生まれて1年とかでコロナになって、うん、そっから2年、そう、もう人生半分以上コロナなんだよ。そうなのよ。だからさ、あの北海道のじいちゃんばあちゃんに会えてなくて、ずっと。ああ、なるほどね。で、ゆいは、あのね、まんじゅうは、はい、あんま覚えてないかもしんない。確かに、じいちゃんばあちゃんのこと、ま、ちっちゃい頃なんてね、そう、また初めましてな感じで多分じいちゃんばあちゃんに会うんだろうなと思って。確かに3歳、今は3歳、3歳になった。3歳っていうと覚えていることがある人はあるって。そうだね、そうだね。で、だから次に会う時はもう多分覚える、記憶に残ると思うんだけど、 あんなに抱っこされたりとかさ、ね、かわいいねとかって可愛がってもらったのにさ、ねえ、またこう期間がコロナで空いちゃったからさ、はじめましてみたいになっちゃってさ、なんか会える日が来るといいね。そうなんだよね。もうだいぶさ、ね、また流行っては来てるけど、今ね、みんなで電車移動したりとか飛行機乗ったりとかはさ、また再開はしてるじゃん。まあ、ちょっと止まるかもしんないけどね、今後も。難しいところです。そうだよね。で、結構さ、私たちが住んでる神奈川県とかはさ、はい、感染者も全国と比較すると多めじゃん。そう。だから地方に行くのってちょっと、なんか、遠慮するっていうかさ、で、地方に住んでる人も都会の人が来るのちょっとうってなるのかなって思ったりとかして。まあ、俺もね、実家埼玉県なんだけど、うんうん、帰ってないもんね。あ、そっか。もう、コロナになって、うんうん、2020年の2月、うわーってなったでしょ。で、その年の末は帰らないで、で、その次、年明けて夏ぐらいに帰った。うん、落ち着いた頃だ。多分、うんうんうん、だったような気がするけどね。ねー、シェードのさ、弟さんとかさ、妹さんさ、子供いるじゃん。はい、ね、もう覚えてないかもしんないね。ね、多分覚えてない。で、その、
結構さ、まんじゅうちゃん、こんなこと言っていいか分かんないけど、みゆきのさ、娘さんのまんじゅうちゃんにはさ、遊ぼうとかさ、たまに抱っこしたりするの、俺。でも、兄弟の子供って、ほとんど抱っこしてないのよ。あ、そっか。離れてるしね。ね、そう、なんかね、向こうからすると、ちょっと怖いおじさんになってると思う。そうなの。シードちゃんね、あの目もキリッとしてるからさ、全然コミュニケーション取らないから。そっかそっか。でもほら、うちのまんじゅうも抱っこしてるから子供には少し慣れたんじゃない。ちょっとね、今度会った時は、あのマスクして消毒して抱っこしたりとか。うちの娘シードのこと多分覚えてるもん、知ってるもん。本当、なんかすごい嫌がったりしないし、全然。あ、なんか大変てるメガネみたいな。生配信もよく見てるしさ。あ、そう、それ嬉しい、ね。ミュージックビデオとか毎日見てるよ。あ、嬉しい。英才教育してるうち。毎日ミュージックビデオ見してるから。これママだよって。パパがね、ミュージックビデオ見してるの。ママだよって。あ、そう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 。ゆいちゃん用のね、娘用のタブレットがあってさ。ほうほうほう。すごいよね。2歳ぐらいでもう自分のタブレット持ってるからさ、すごいね。すごいよね、ほんとに。うちらなんてスマホ初めて触ったの27とかそんなじゃん。高校生の時 PHS ですよ。ね。ね、すごい、だからすごいもうね、デジタルネイティブなんですけど、毎日だから見てる、 YouTube で。かなり再生回数稼いでくれてる。うちの娘が、3歳が。ね、ありがとうございます。本当にね。そう、でも本当コロナでね、活動変わりましたけど、こう生配信その前からやってたじゃん。そう、よかったなと思って。確かに、でこうね、まあ、コロナっていうきっかけではあったけれども、はい、見てくれる人も増えたじゃん。確かに、コメントくれる人も増えたし、配信の内容がトークに偏りまくってるからね。そうだよね。ミュージシャンらしくはないけれども、だからほら、ミュージシャンのそのバックステージじゃないけれども、まあね、楽屋トークみたいな感じじゃん、ここも。もうが、完全にそんな感じになってる。ね、そういうのもさ、まあ、たそうね、出していけるのが YouTube だよ。それが面白いって言ってくれる人もいるしね。そうだよ、そうだよ。だ、今年中に1000人いけたらいいなと思ってて。はい、お、いいですね。別に行かなくてもいいんだけどさ。行ったらいいなくらいで、嬉しいなくらいで思ってんだけど。そしたらね、本当になんかね、スマホからも直接さ、生配信ももちろんできるし。もしそれでさ、スマートフォンから配信できるようになったらさ、コロナ明けてお祭りとか復活したらさ、お祭りのステージもさ、そう、生配信。YouTube で配信できるかもしれない、ね。そう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 。活動の幅ね、広がるよね。場所のその会場の許可取れれば。YouTube で配信して、今、ここでこんなライブやってますって言って、近くの人が来てくれるかもしれない。そうかもね、そうかもね。あ、やってるやってる。で、遠くの人は映像で楽しんで、みたいなね。そういうのできたら面白いよね。そうだよね。ね、そうやってやっていきたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。シエロさん、そろそろエンディングテーマの時間ですよ。早い。早いね。何を演奏する？あ、今度だからさ、2月6日に公開する曲やります？はい、よ。もう一回ね、前回もですね、月曜日にこのね、放送を行った際にやりましたが、はい、ディスプレイの向こう側っていう曲を今度2月6日日曜日夜7時にミュージックビデオ公開になるということで、それを記念してやりましょうか。はい、ね、あの、私には珍しいラブソングでございます、はい、最後にね、歌詞でちょっとこっぱずかしいんだけど、好きだよって言ってんの。こっぱずかしいね、めっちゃね。いいじゃないですか、本当に、好きだよって歌でしか言えないよね。確かに。あの、今後、はい、告白することがある人はぜひこの曲をプレゼントしてください。はい、結構さ、映像もさ、その好きだよっていうの見どころになってるよね、そうだね、ぜひね、ミュージックビデオでどういう風に私が告白するのかっていう、告白するシーンがね、告白ってほどじゃないけどあるんですよね、まあそうですね、事故で告白しちゃうっていう事故っちゃって告白するっていうのがあるので、どんな楽しみにしててください、ね、はい、ということでエンディングテーマをお聞きください。曲紹介お願いします。はい、それではディスプレイの向こう側Beep!